皆さんこんにちは。今日も来ました、ゆいる宝の輪。先週と洋服変わってないですよ。あ、そうです、オーライってますか。ちょっと似合いします。すいません、すいません。僕はね、ちょっと寒いから植え付けてしまったけど大丈夫ですか。ちょっとね、ちょっとでも暖房入れたから、はい、暖房入れたんです。はい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 。でもやっぱあれですね、このね、この作りはちょっと冷たいかもしれない。冷たいですね、はい、北京国ね、はいはい、その前はね、はい、確かにね、ちょっとひんやりしますね。はい、はい、いやどうですか、先週に引き続き、はいはいはい、新都市目からの方からお送りしてますが、皆さん届いてますでしょうか。ね、聞いてくれてたら嬉しいですね。ね、はい、本当にね、もう3月10日ですよね。そっかそっか、そっか、そうか。今日はさっきも言ったんで、先週も話したんですけど、今日めっちゃいい天気だね。本当にいい天気で、もう青い空、もうさんさんと輝く太陽が眩しくてね。ね、もうこれから春の足音がどん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 近づいてきますから。沖縄の場合はね、でもすぐ夏になったりしますけど。そうね、いきなりいきなり泳げるみたいな。そうそう、12月だけどいきなり泳げるみたいな。もうあの海開きもね、うん、もう始まってきますもんね。そうそうそう、3月後半、4月の頭はもう海開きだよね。もう5月とかやったらもうすぐね、もうどん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 海開き、はい、海開きといえば、はい、泳ぎますか、直美さん。いや、泳がないです。泳がない泳がない、海行かなかったら。うちなんちゃ泳がないです。いやー、そうでもないよ。でも女の子は泳がないよね。そうですね、海は見に行くものですよね。沖縄の女の子で泳いでるのは、はい、体育着とかさ、なんかそう、上も下も全部よくつけて、ね、でもう本当に ね、スーツみたいな、このなんかスイミングスーツみたいな。やっぱり水着着ないの。でも海外とか行って泳ごうと思ったりする、どうなの、泳がないの基本的に。あ、でもあの、なんだか出張で離島に行った時は、あ、泳ぎたいと思いましたよね。あ、そうなんだ。なんか泳ぎたいから、あの、なんかダイビングもしたいから、すごい曇りで雨も降ってるのに、うん、ダイビングショップとか行ってましたよね。なんか、あ、ダイビングするんだ。あ、ダイビングしないんですけど。したら1回ぐらいしかしたことないんですけど、すやっぱり良かったので、この1回が、またやりたいなっていうのがあって。ダイビング、なんかどうですか。ダイビングは全然したことないね。ただ、うん、もともと海は好きだから、はいはいはい、僕ちょうど那覇の若狭小学校って海の横のね、波の上、ああそこ、だからもう小学校5年生から中学校3年までは夏場はほとんど泳いでるね。部活が終わって海飛び込んで帰るんだよね。あ、帰る、あ、泳いでから帰る。そうそうそう、ずぶ濡れになった状態で、ずぶ濡れになって、暑いテトラポットルで乾かして、あー、焼けて、そうで、そう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 、懐かしいな。今も先週から引き続き、はい、昔やっていて今やってないこと、はい、夏泳ぎに行くでしょ、はい、それペイントマーカーっていう、わかる、あの、はい、ペン、わかる、ペイントマーカー、カチャ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 って音が鳴って、こう芯が押せて、白とかとても濃ゆく、はい、何にでもかけるみたいな、あ、はいはいはい、あ、なんかペイントマーカー、カチャ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 、そう、カチャカチャ音鳴るやつ、あれで体に文字とか書くわけ。そして日焼けするでしょ、はいはい、落としたら、はい、日焼けの跡が残ってるわけよ。へえ。だから文字書いたりとかいろいろしてたよ、そういえば。ああ、面白い。面白いね。と言えば面白いですね。全然やりたくないですけど。ね、そうそう。やりたくないけど。日焼けはしたくないけど、でもなんかこうやってみたい感じは。そうそうそう。やってたやってた、中学校の時に。ちょっとしたなんか入れ墨じゃないけど。そうそうそう、タトゥーみたいな、そう、入れ墨状態。タトゥーみたいな。へえ。あ、でもね。友達の背中に落書きしてるよ。なんかビールを紙にかけて染めたりとか。染めたり。懐かしい。これも昔、ね、やらなかったですけど、やってきてましたよね。ね、うん、今はどうなのかな、ねね。どうなんでしょうね。先週もこんな話盛り上がったね。またでも、こういうね、昔のことを知るというのもさ、ある意味勉強だし、ね、五一五がやる子供たちに経験体験、ね、いろいろ伝えるということですごく重要なんじゃないかなって思ってますよ。昔を知って今を知るっていうね、はい、ことがありますよね。そうそうそう、じゃあ、はい、今週も今週もまた初めて参りましょうか。初めて参りましょうか。はい、直美さんが探してますよ。いいですか。いいですよ。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、この番組はゆいる宝、つながりこそ宝を合言葉に、日本そして世界のうちのうち、沖縄を愛する全ての人たちとつながって明るい未来を作ります。明るく楽しく真剣に、今週もよろしくお願いします。さあ、この番組
組はパイカジ銀座8丁目店ココア沖縄、東京の山田くん、宮里工業株式会社、天神技研、ノレンズプロ、チームザヤス、お稲荷屋那覇店、バー疎開の提供でお送りします。はい、ということで、はい、今週も始まりましたゆいぬ宝の輪、うん、先週に引き続き、はい、昔からこの復帰して、はい、復帰50年経ちました。今年51年ね、はい、で復帰50年、復帰の年に僕らが生まれたので始まったゆい515です、はい、なので僕らの記憶の中で変わってきたもの、はい、ちょっと掘り起こしながら今日もトークしていきたいなと、はい、若い子たちからしたら信じられないこともたくさんあるはずね。 ありますよね。あるはずね。確かに、何これとかね。先週はほらちょっと音楽系、うん、カセットとかレコードとか、テレビとか、はい、だいぶね、ファックスとかも話したね。ファックスも ねありましたし、カセットテープなんか見たことない、レコードも見たことない子は多いだろうね、うんうん、でこの前この郵政の特設ショーの時も、うんうん、電報って今あるじゃないですか。電報、よく祝電、ね、あ、披露宴などでの祝電とか朝電とか、うん、なんかあったりするじゃないですか。それが昔はちゃんとこの郵便屋さんが仲介役で入って、はい、でこう聞いて売ってっていう時があったみたいなんですよ。そうなんだ。そう、あったかな。ごめんなさい、間違ってた、ごめんなさい。そういうのがあったので、なんか全然今とは違いますっていうお話と、あとなんか、あ、この人はラブレターを書いてんだなとか、皆さんもなんとなく、あ、微笑ましいなって、いいね、ちょっとあのまたね、読んだらダメですけど、なんかそういうなんか、あ、電報でこう伝えて、なるほどなるほど、なんかその方に伝えるっていう伝達を役目をやっていたっていう、ね、電報、携帯電話、ポケベル、ね、だってさ、昔、はい、中学校ぐらいまではさ、人の家に電話かけて、はい、こんばんは、比嘉と申しますが、直美さんいらっしゃいますか、電話で、音が取ったら電子コマみたいな、そうだったらガチャみたいなね、すぐ切られるとか、あとなんかね、ねえねえ、男から電話とか言ってね、なんか、みたいな、なんか言うなみたいなのとか、怖いね。だからなんか私、今考えたら怖いんですけど、なんか、うん、電話ボックスに上のお兄さんが、うん、なんか私たち3人ぐらいいたんですよ、小学生ぐらいの時に、うん、え、ごめんだけど、なんとかさんいますかって言ってって言われて、うん、えって言いながらやった覚えがあります。今あの人どうなってるんだ。まあね、変な人じゃなくてよかったんですけど、でもでも今なんとかさんいますかって言うだけ言って、うん、変わってもらった。ストーカーだったから、確かに、うん、昔はこうだったね。逆に言えば、うん、電話ないお家もあったもんね。だからほら、近所電話かかってきて、はいはい、隣の誰々さんいらっしゃいますかみたいな、呼びに行ったりしたこともあるよ。あ、なるほど、うん、おー、そうですね。へえ、確かに。わかるかな、この今ラジオ聞いてる人、絶対このラジオ聞いてる人はその世代だと思うんだけど、本当にあってもね。例えば、ね、僕の家のじいちゃんの家に電話かかってきました、はい、そしたら隣のおばちゃんを呼んでもらえませんかみたいな、そう、呼びに行って変わったりとか、あったよ、あったよ、あったあったあった、田舎の方であったね。俺はそういう記憶あるよ。隣のおばちゃんも、あ、隣の方とかさ、親戚でもないんだけどね。へえ、緊急の連絡先でそういう話をしてたんだろうね。あ、緊急の、あ、緊急のね、緊急といえば緊急の雨が降った時にね、すごい、隣の洗濯物も取ってあげたっていうのはなかったかな。ありそうじゃないですか。近所付き合いだね。近所付き合い、そう、近所付き合いがあったじゃないですか。そうだ、近所付き合いがあったね、うん、だから私たちも学校帰って家に誰もいない時は近所 の友達もそうですけど、うんうん、遊びに行く、どっかに行くっていうか、で近所の友達行ったら必ずお菓子がビニール袋にぶら下がってて、そのお菓子をいつもこうやって眺めてていいなとか言ってると食べさせてもらっていたっていう。いいね、ありましたね。確かにね、いろいろあったよね。近所付き合いもすごかったね。そうですよね。要するに近所にちょっと、男はさ、男子は多分みんなあったのに、近所に怖い先輩とか怖いおじさんがいたよ。あ、なんかいたよ、一人はいるみたいな。だからこの気をつけてよね、悪いことしてもあの人が見えたらやめるとか。あ、そうそうそう、確かにね、ある意味抑止力だよね。そうですよ ね、 ね、なんかね、確かにね、あの親代わりではないですけど、ね、そうそうそう、叱られたりも ね、 ね、
しました、ね、教育係みたいな感じで。ああ、いましたね。今声かけられない感じ、ね、そうだね、今はね、声かけたらねやばい人みたいに言われちゃうのでね。なんかでも今やっぱりずっと座って、なんかこう私がこう車でも手を振ったら手を振ってくれるおばあちゃんがいて一人もう可愛くて、おばあちゃんずっと元気で、そして子供たち見守っててねと私は本当に思ってて、ここの中でずっと、まだこういうおばあちゃんがね、なんかこう必ず多分おばあちゃんちはその向かい側なんですよ、うん、その向かい側にこのブロック塀がちょっとあって、うん、低いので座れるんですね、はいはいはい、でそこに座って涼んでるおばあちゃんがいて、ちゃんとこのマット敷いてこう座ってるんです。あ、いいね。このマットをパッて見たらなんか車のなんか下に行くのと立ったような気がして、あ、おばあちゃん大丈夫かなって思う、クッション買ったりとか立ってるんですよ、なんか持ってるバレなんか椅子みたいなので、うん、喜ばず、でも、なんかそういうやっぱ緊張付きはいいよね、うんうん、ですよね、イエスね、僕も今、もともと僕の祖父が、うん、おじちゃん、おばあちゃんが住んでいた家に、はい、本家みたいなところに僕は住んでるわけさ、あ、だから、もともと那覇の出身だけど今は中城に住んでて、子供が生まれてから、で、まあ近所の人もね、分かる人もいればやっぱり分からない人もいるじゃないですか。ただやっぱり僕がそのじいちゃんの家に住んでることはみんな知ってて、ちょっと離れたところで、この間ね、僕亀飼ってて、ケツメリクガモってでっかい亀で、ね、はい、この桑の葉が大好きなわけ、はい、である駐車場があって、駐車場に桑の葉が生えてるから取りに行ったわけ、はい、そしたらそこの多分駐車場の主のおばあちゃんがいて、はい、こんにちはって言って、どこどこの誰々の孫ですって言って、桑の葉取っていきましいいですかって聞いたら、分かるよみたいな、分かるよみたいな会話になるから、嬉しくてなんか、分かるよって言われたらね、会話も弾むじゃない、確かに確かに、そう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 、で、ね、たくさん持ってきなさいって、最近これたくさん葉っぱ、うん、暖かくなったから、葉っぱもたくさん出てるから上等さ持ってきなさいみたいな、あ、なるほど、そうそう、まあ、うん、そのおばあちゃんもこの畑をちょっと自分の庭を耕してたんだけどさ、何植えるのって会話したりとか、なんかやっぱりいいよね、何言えない会話だけどさ、そう、なんか心に余裕があったのかなとか、なんか今はいかにでスケジュールをこなさなきゃいけないことが多かったりすると、ね、なんかこう近所のおばちゃんが座ってなんかほのぼのとこう、ね、ゆっくりしてるところでも手も振る余裕がなかったり、おばあちゃんって声かける時間がないみたいな、なんかもうすぐ行くみたいな感じで、いやね、やっぱり心に余裕を持ってみんなとコミュニケーションを取りながら生きていきたいね。私はやっぱり、ね、何かある時に助けて、そうだよ ね、私の知り合いの子もなんかこう今はあんまりないんですけど、ドブに自分の家の鍵を落としてしまって、はい、取ってもらったらしいんですよ、うん、その時にあ、やっぱり近所のなんかおじちゃんとかおじちゃん挨拶しないとと思ったって言って、小学生でですよ、だからやっぱり なんか助けてもらえる時がやっぱり、ね、そうだね、本当にそうよ、ですからね、絶対ね、すごくだから、うん、やっぱりそうだね、昔あって今なかったもの、近所付き合いもあるかもね、あ、そうですね、そうだね、なんかね、本当そうですね、本当近所付き合いだ、近所付き合い、あ、本当そうですよ、近所付き合いね、そうですよね、ご飯ももらったりとか、ね、ご飯もらったり、本当ね、あったよね、なんかあれ、あったんじゃないですかね、どうなんですかね、あったよ、もちろん戦後はね、もっとなんか、うん、苦しい時代を過ごしてきたおじいちゃん、うん、おばあちゃんとかはね、そうそうそう、普通にあったと思いますよね、うん、みんなで子育てしてたっていうかね、いっぱい作ったからもらってとか、もらってるかね、うん、だから最近、ね、うん、ほら、先々週か、うん、ちょっと言ったけど、はいはい、強制農法、農業ちょっとやろうかなと思って、はい、親父がやってる畑をちょっと曲がりしながら、はい、いろいろ進めてるんだけど、はい、向かいにさ、竹大津さんっていって僕ら親戚には当たるみたいだけども、80超えてる方がいて、農業プロだわけ、ただやっぱり僕が親父の畑にいるから、おい、俺たちも畑も大きいのに早く手伝いしないとかって言ってくれるから、久しぶりに話するわけよ、何年ぶりによ、したらもう話が弾むわけさ、やっぱりいろいろと話が弾んで、最後はこれ持っていけみたいな、野菜取れたの持っていかされたりとか、最高よね、嬉しいよね、そうそうそう、まあ、そうですよね、やっぱりね、こういう風にね、そ
そういうのもコミュニケーションでね、うん、僕はだからちょっとコミュニケーションやっぱり少しあった方がいいかなと思うんだけどね。本当そうですよね、うん、やっぱりね、なんかこう、うん、東京とか都会はね、うん、ちょっと確かに何かあるのかもしれないけど、うん、まあ、沖縄ぐらいはね、なんかね、そういうマンションでもね、いつ引っ越したみたいなのとかね、だんだんなんか沖縄もこんな感じなんだなってね、うん、そうそうそう、結構ちょっと寂しかったりとか ね、 あの人いなくなってるねとか ね、 ね、そうなんだって、なんかこう全然知らなくてもたまにね、エレベーターで一緒だったりしたりとか ね、 そ う、 ね、そういうのね、今と昔でもね、本当ね、その辺も変わってきたね、いろいろね、いいのか悪いのか、小さい頃か、小さい頃、まあそうか、だからテレビラジオはお家にあるけど電話が遅かったんでね、じゃあね、電話ないお家もあったもんね。そうですよね、うん、まあ小学生ぐらいの時には多分みんなあったの、大体あるのかなと思うけど、で電話で押されさせてる人がいたよね、プッシュホン、プッシュホンのなんかとか、あの黒い電話もね、なんかヒラヒラとか、 こうなんかフリルのついたなんかクッションみたいな、おしゃれのうちに電話カチャって取ったらここに何かいい匂いがついてる、あ、分かる分かる、なんかいい匂いが、そうか、口元のこの喋る部分にちょっとなんかいい匂いがついた、ね、なんかケースみたいなパチって止めて、ね、つけて、そしたらなんかね、あったあったな、あ、そうか、みんなが使うから、そうだね、飛沫が飛沫が 今だったらね、今考えると、そうですね、飛沫飛びまくってますもんね、とか、うんうんうん、あの誰々さんいますか、ちょっと待ってねって、カチャッと飛び込むってなってね、普段なんかゴルゴールみたいな、そうちゃんと電話を置く形でね、形があってオルゴールの上に置くみたいなのありますよね。そうだそうだ、あったよ、ずっとチラリラリって なってて、ね、なってるけど後ろから聞こえるみたいな、そうそうそうそ う、 そう聞こえるね。いやでもそっか、そんなのもあったな、そっからなんかね、私のだって子供なんかこのダイヤル見て、え、押すのって言ってもしたもんね。そうだね、分からないよ、押すもの何、どうやって使うのって言って、思うとか言って、この受話器が思うみたいな、俺もだから、でもほんと結構だから、うん、え、10年ではないか、15年ぐらい前まではまだなんていうかな、俺はおしゃれな感覚で、はいはい、アメリカ人が使うような、はい、なんか受話器と同じぐらいの大きさの電話機があって、ガチャって取ってここにダイヤルがついてるわけ。アメリカ人がよく脇に挟みながらこれって電話してる、線が長いわけさ、 なるほど、そうそうそう、あれがなんかおしゃれだなと思って、あれをわざわざ家に置いてる時があったよ、わざわざコードレスでいいのに、わざわざあれをつないで、オフィスで置いてた、オフィスに置いて、嫌やからなんじゃそれもうパソコンとかもね、うん、昔はこう大きいやつ、ね、そうそう、パソコンもそうだよ、テレビみたいなの、うん、テレビみたいなの、ね、本当ね、アップルの iMac、うん、iMac もなんかとってもカラフルな、分かる、ピンクとかオレンジとかブルーとか緑とかのブラウン化だったよね、へえ、そっか、ブラウン化だった、そうですね、そうそうそう、あ、懐かしいな、パソコンもそうだったよね、そうですね、携帯電話も進化して、うん、いろんなのから始まって、うん、アイボードっていうのになってね、緑の画面だけどメールができてね、あ、緑の画面だったもともとカラーじゃなかったでしょ、あ、そうですよね、白黒みたいな、それで何かアイボードができて、で、iPhone とかスマホが出てきて、スマホも一番初めはなんかとってもなんか小さい何かね、あの何だったかな、名前忘れたけど、ヨーロッパの何かスマホみたいなのが出てきて、ああなるほど、そっか、そうですよね、 iPhone もだから世界で発売されて日本で発売されるの遅かったからね、そうですよね、やっぱりね、そうそうそう、ニュースで見てるだけみたいなね、台湾から買ったところだから、へえ、めっちゃ高い、行ったんですか、お、台湾変えたわけだから、ネットで変えて、あ、ネットで、ドコモの SIM カード入れて保証ができませんよみたいなね、あ、怖い、 iPhone 使ってたんですか、そう使ってた、そう、知っ
たらみんな周りの後輩にデイジもうわちゃくっていうか分かる、あのいたずらされて、俺はもう自慢したよね、アイアンカットで自慢したよね、この一人あの初めて言ってからさ釣りがとっても上手な男がいるんだけど、もう頑張らないわけ、俺が iPhone 買ったって自慢してるのが面白くなかったんじゃない、がいたずらしたかったんだよ、せいやさんの携帯中国製だぜって言ってから違う、台湾から買っただけだろうって話だけど、そう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 、あ、そういう展開になってくるわけですよね、何のことよって話だけど、あれ初め聞いてるみたいななるほど、聞いてるかもしれない、中国製だよって言って、違うよって言って、でもそれもだって最近の話だもんね、うん、私そうですよ、そうビデオもだってナビもテレビとか仕事してるからビデオもさ、あ、まあテレビ局のガチャって今でもそうだけど、あ、まあ今はデジタルとかね、もうテープでかかったけど、これぐらいのミニ DV ってほら小さいカセットテープみたいなのをガチャって入れたのあったでしょ、ありましたよね、あったよね、あ、そっか、ありましたね、あったあったあった、あれの時代から SD、ね、なんかいろんな特殊なカードになって、今はもう共通のカードになって、そうで今パソコンで編集して、そうパソコンで編集、そうそうそう、もうパソコンで今はもうデジタルデータで送る、そうデータを送る、そうデータを抜いて、まあでもテレビは今でもテープに書き出したけどね最後、あ、そうなんですか、そうそうそう、なんかあのあれですよね、あ、そうまだカンパケみたいなので、そうそうそう、昔はなんかこの前もとっても久しぶりのもうデビューの頃からお世話になっているディレクターとかとお話すると、うん、昔はこういうなんか大きな丸いなんていうんですかね、機械でガシャガシャガシャって編集とかしてたのに、今のパソコン一つなんだねっていう話になって、そうそうそう、すごかったよね、編集スタジオ6畳なかったらできなかったもんね、6畳もないから、そうそうそうですよね、なんか覚えてるんじゃない、あの、うん、昔だってスキャナーもなかったさ、覚えてる、スキャナーって今あるでしょ、スキャナーがなかった時、うん、昔のスタジオ覚えてる、壁に、うん、あの担いでるでっかいカメラがついてたよこれって、で下に紙置いて、これは画面とつながってるけどピンと回してからそれ撮ったり、なんかこうぶら下がってるような、そうぶら下がってるみたいな、下に物置いてで見かでしょ、下にあのテーブルの上に写真とかカメラ置いて、そうなんか撮るもの置いてこうやって調整してで撮ってレックして、そう懐かしいじゃん、やばいね俺たち、やばい時代来てるよやばい時代に来てますね、やばい時代、テープもだからガシャ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 ってさっきのも分かるでしょ、回してこうやって編集なんかもうこんな感じですよね、そうテープもこんなしてもこんなでっかいの使ってで こんなでっかいのがあって、怖いけどテープもつないで、ああ、そうつないで、そうつないでっていうのがとうとうテープとテープ切ってつないで、そうだよそうだよ、そうだよ、長くなってくるとそうだよ、どうやってそのなんかテープで貼るんですか、そうそうそう、テープとテープを切って、そうそう、あ、このつないかのりで貼るとかなんかのりというか、そうそうそうあるんですか、だってさよく考えたらカメラだってフィルムだったんだよ、そうさ、だって映るんです使ってたでしょ、確かに映るんです、なんかフィルムだよ、フィルムそう、そうそうそう、映るんです、そう、いや、そっか、フィルム入れて、すごいよね、もう全然違うよね今とね、だから全部パソコンで終わるんだっていう話になって、そうそうそう、すごい、全てがデータだからデジタルってすごいよね、だから一人でこうできるってことですね、一人で自分の 家まで持ち帰らないと思いますけど、そうできる、もう自分でどこでもできる、どこでもできる、それこそどこでも、そうだって音楽も音も全部パソコンでできるわけだからね、そうそうそう、でそれを入れてくっつけてとか、そうそうそう、スマホとかでもね、もう今ね、そう、もう全然スマホの方がちょっと天才的なところもあるよ、ある程度のところまでだよ、あの本当にプロ仕様として使えるかって言ったらダメよって言いたいところもたくさんあるけど、iPhone で撮った映画がアカデミー賞撮ったりしてるからもう参ったって話よね、そうそうそう、あ、じゃあもう iPhone で本当にそう、もう一生懸命して、それ一生懸命編集して、そうそうそう、文字も字幕スーパーも入れ て, だってナレーションも入れて、ナレーションもさ、だって今 iPhone って天才だから、
ナオミが喋ってて、例えば後ろから何か音がしてたら、ナオミの声取ってるなっていうのを彼らが判断するから、ナオミの声を取って残りはシャットアウトとかあるんだよ。そう、気持ち悪いよ。だから天才すぎる。そうそうそう、なんか全部だから静かにしてマイク、いいマイクでちゃんと音を取るっていうのは、まあ、もちろんそれが一番いいことなんだけど、あの iPhone がちゃんとね間違う時もあるから。ああそうか、そうですね。でもある程度の環境を準備したらしっかりと撮れたりするよ。それって普通に私たち現場に出て撮影したりしますけど、うん、それよりすごくないですか。ただたまに私、ナオミさんあんまり、ナオミさんが大きい声出して喋るのもいいんですけど、喋った場合にじゃあこの後ろの音を消したい、うん、わーって子供がこう騒いでたりとか、うん、ガチャンガチャンとかこう食器の音とかがを消したいけど消せないから全部落とすので、うん、私が小さい声だったら、小さい声だったら全部落ちてしまうから、はい、なるべく大きく話してとか、なんかこう調整が難しいんですって言われたんですけど、やっぱりそういうのが、うん、なかなかね。ただやっぱりすごい音声さんとかは、うん、まあ、まあ技術職だから天才もいるわけよね、はい、天才もいて、はい、やっぱりマイクつける位置とかいろんなことで計算して、はい、あの外部の音を取らないようにしたりとか、やっぱりいるね、そういう機械も、うん、まあ、元々のマイクの性能からもあるけどね、はいはい、やっぱりその辺も技術だなと思うところもあるけど、 ある程度でもスタジオみたいな条件決まってたらね、もう安い機材でしっかりできるからね。でも今もだって YouTube なんか自分でね、皆さんそうこをこうやってね置いて、ここスタジオみたいな、そう自分のお部屋をスタジオみたいにしてるわけですよ。そうすごいよね、うん、そういうのもどんどん変わってきたね、うん、誰でも配信ができるというね、うん、そう、倖田來未さんのトークショーの司会させてもらった時も、うん、なんか皆さん何月何日に配信ですって言ってわーって、倖田來未さんが配信になってしまっているとか言ってました。はいはいはい、なんか普通だったらこう CD 発売ですっていう向けだったんですよ、はいはい、だったのに、そうか、配信だね、っていうもうピアになってるなって言ってました。そうかと思って。倖田來未さんと仕事した。倖田來未さんのトークショーなさせてもらった時があって、前に。どんな感じだった？どんな感じだった？印象は？やっぱりもう美貌はすごい頑張ってこう保とうとしている本もあったんですけど、その美徳としているものの本を出して、はい、そう読んでてもやっぱり。あのあれですよ、努力ですよ、努力を怠らない感じで、はいはいはい、で前は昔まではこう6時以降食べないっていう形でやっていたんだけど、それでもだんだん代謝が悪くなっていって年齢層に引かなくなっていったので、やっぱ今はピラティスも始めてますとか、そういう話も聞きつつ、体が資本だよね。もうやっぱ体が資本なので、でこの倖田來未さんはもうやっぱりこのライブがすごいハードなので、うんうん、ライブの時が一番運動って感じですとかって、はいはい、だってヒールでね踊ったり歌ったりするし、そうだ、ね、っていうのと、あともう私はもうなんかもう個人的に打ち合わせの時もなんかガムむくんでとか言ってて、はいはい、いやもう私もむくむって言って、倖田來未さんもむくむあのタイプって言ってたんですけど、いやもうでも首よねとか言って、首をマッサージ、顔だけじゃなくて首をやらないとね、むくまいよみたいなとかもいろいろ教えてもらいましたね。すごいね、ちょうどいいんじゃない、直美さん、じゃあ一曲いきたいけど、あ、いきたい、いきたい、倖田來未さんじゃないか、じゃあ昔から、うん、昔の曲、昔のものを來未さんが、うん、あのコピーしてるやつで、あ、いいよいいよ、タタタララチャチャラタタララララ、この子は流行りの女の子、ああタタララララ、何でしたっけ、こういうタタハニー、キューティーハニー、キューティーハニー、聞いてない、出ましたね、ナムさん。はい、じゃあ、行ってください。そうですね、じゃあ、倖田來未のキューティーハニーどうぞはい、キューティーハニー、いいですね、懐かしいね、やもう昔の曲ですもんね、これね、そう昔の曲、それをコピーしてますもんね。キューティーハニーは僕らでもないでしょ、もっと前じゃないですよね、もうお母さん、親世代ですよね、本物見たことないので、ね、うん、そうですよ、そうですよ、いやでもね、
やっぱり、あもうそっか、春、夏になると半袖、ノースリーブ、うわ痩せないと、もう今最強にちょっとぽっちゃりね、なんかもう食べて、今の状態で食べる時が多くて、食べる時っていうか、ね、なんだろう、なんかシーンがね、多くなって、でやっぱりコロナが明けてしまったので、うんうん、友達とランチ行ったりする機会も増えてきたからかなと思いますね。なんですごい、みんな友達付き合いしながらランチ行ったりするの？ランチ、あ、いやでも私意外にスキルは悪い方なんですけど、でもやっぱりね、ランチは行きたいなっていう。ランチはいいよね、子供いるからね。そうなんですよね。俺もそうだし、夜はね、しっかりね、できるだけ。どうですかね、おせやさんもね。でもやっぱりシュッとしてきて、あだいぶ、まあねまあねーで、ほんとにまあね、だけどすごいよ、ご飯をどうやってるんですか、あまり食べなくても大丈夫だから、あのね、ま、前はだって食べてま真っ赤みたいに食ってたよ、今考えると、もう奥さんも、ね、苦しい、美穂さんどうですか、やば食べてました、苦しくなるまで食べてたよいや、あ、そうなんですか、うん、自分で苦しくなるまで食べててあ、でもちょっと私もなんかあります、たまにもうなんか腹八分ができない、全然さ、うん、今は、うん、本当にあの白いご飯食べなくなる、あんまり白いご飯も大量に食べなくても大丈夫、昨日もちょうど鍋だったんだけど、やっぱりキノコ類とかそんなの美味しいし、鍋の、あ、ご飯から食べるんじゃなくて、もう鍋、鍋のこのキノコ、そう、鍋からしっかり食べて、そう、昨日だって鍋で俺ご飯食べなかったもんね、ちょっとあの子供たちが入れるうどんとそばをちょっと食べて、そう、大丈夫大丈夫大丈夫って、全然別に、米抜き、そう、だからお米食べたら美味しいんだよ、食べたら美味しいけど、美味しい、美味しいですね、あの汁がちょっとかかった感じとかも美味しいですもんね、そうそう、でもこの、うん、なんていうのかな、不思議だよ、あのなければないでも、はい、別に大丈夫な感じだからさ、何かこれもやっぱり意識っては言わないけど、何かがあるんだよ、体の何かがあるんだよ、大丈夫なんだろうにして、そうだって今日もお昼はあのちょっとパタパタしながらお客さんも一緒だったから、お蕎麦屋さんでチャッと済ませたんだけど、大きい蕎麦は食べなかったし、普通大きいそばとジューシー食べてたからね。あ、いや普通じゃないですか。なんか大きいそばとジューシーセットみたいな。ラーメン屋行ったらチャーハンと、ね、ラーメンと餃子みたいな。そうそう、餃子ね。え、食べないんですか今。今日は別に普通のそばで。あ、そう、おそばだけ。全然今大丈夫で。え、これジューシーいらない。いらない。すごい。だから。え、なんかじゃあ脳が。騙されて、あ、もうお腹いっぱいだよみたいなね、お腹いっぱいなのかは分からないけど、あ、もういいって感じなんですか、食べて、うん、そう、もう大丈夫なんだよね、不思議よ、だからこの、あ、お腹いっぱいだな、お腹いっぱい、あ、満腹って感じじゃないよ、へー、ただ、あ、もうこれでいいよなっていう、そう、あ、食べ過ぎたみたいなのはないね、昨日久しぶりに鍋だったから、はいはい、本当に久しぶりにちょっとあったけど、お腹いっぱいというか、あ、もう結構いっぱい食べたなって感じはあったけど、はいはい、大丈夫だね、へ、うん、あとはあまり冷たいものを飲まなくなった、はいはい、冷たいものを飲まなくなった、アイス入れてないですね、そう、めっちゃもうキンキンに冷えてないと飲み物じゃないと思ってたからマジで、あ、何でもですか、そう、あ、もう麦茶とか、もう麦茶でも何でも、もうこれ以上冷えませんっていう状態じゃないと嫌だったよ、あ、ガンガンに、そう、もう冷蔵じゃなくて冷凍でもいいよみたいな、そう、へえ、本当に氷もバリバリ食ってたし、あ、こうアイスもガリガリって食べたんですか、そんな僕がですよ大丈夫ですよ、そんな僕本当不思議で、美穂さん笑ってます、ね、no、 本当本当何の話してるか全然今と昔の話、いや、これも今と昔、いやでもああ、なんかこれも強さの今と昔と、あ、 あとダイエットの話で、いやでもやっぱりね、ああ、あ、でも昔は、まあ、全然話変わります、
けど、やっぱ戦後はなんかお芋とかね、うん、そういうのがごちそうだったっていうじゃないですか。でやっぱりなんかこう自然とやっぱり長寿になったりとか健康食になっていたっていうね、うん、この間さ、うん、日曜日か、はいはい、日曜日親父がだから畑やってるんじゃね、はいはいはい、あのお袋と親父が以前に掘ってちょっと寝かしておいたさつまいもを焼き芋パーティーしようぜってことで、子供たち、うちの子供とか弟の子供とかみんな来て、はいはい、あの畑で焼き芋してる。美味しかった。あ、いいですね、畑で焼き芋。そう、畑で焼き芋、もう最高だね。やっぱりそういう時間がいいよ。いいですね。畑どうやってやるんですか。でも薪を、そうそうそう、薪、あの薪くべてちょっと燃やして、うん、でその中にパチパチパチってやった中に銀紙アルミホイルで包んだ芋を入れて、あ、もう入れちゃう、そのまま入れちゃって、火が燃えて炭になったものにね、うん、ああ、火が出てるやつに入れたらもう丸焦げになるから、あ、そうそうそう、あそうそうそう、あ、丸焦げになったら意味がないので、そうそうそう、火が燃えて消えて、ちょっとなんか赤炭みたいになって、そう、炭が赤くなって、ほとんど火が燃えて、そう、それぐらいでいいわけですか。そうそうそう、やってると、え、どれぐらい待つんですか、これ。1時間ぐらいかな、ゆっくりと、あ、ゆっくりと1時間経つのホクホクに、そうそう、へえ。だけど焼き芋って、美味しそう、最近ほら、うん、いろんなこのなんていうの、蜜が出る焼き芋とかいろいろあるじゃない。ありますね、あれ、うん、長い間火にかけたらそうなるね。知ってた。へえ。あの、買って、ね、例えば、はい、オーブンレンジがあるじゃない、はい、うちはヘルシオって使ってるんだけど、はい、あれでヘルシオで焼き芋って押すと、はいはい、焼き芋ができるわけ。へえ。だけど一回出来上がったら、もう一回焼き芋を酒2周させるわけ。そしたら、うん、どんな芋でもなんか蜜っぽくなってる。だから長い間火にかけるってことで、長い間ちょっと温めたり火にかけたりすると、そう、オーブンレンジで、そう、うん、あ、ウォーターオーブンか、あんな感じになります。分からないけど、これちょっと発見して、最近裏技だなと思って、発見ですね、二周してる。そう、あ、じゃあもうやってみようかな。でスーパーで売ってる、例えば芋あるじゃないですか、うんうん、あれは焼かれてないのを買う。そう、もちろん焼かれてるのをヘルシーに入れたら面白いな、み焼かれてないのを買うさ。洗ってちょっとさ、あのフォークでカツ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 ちょっとなんか穴開ける、あ、穴を開ける、ちょっと開けて洗って、はいはい、でこれを焼くみたいな。へえ、ヘルシオとかね。美味しい、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 へえ、美味しい。焼き芋はやっぱり美味しいね。焼き芋食べたくなりました。あ、なるほどね、そういうやり方。焼き芋美味しい。で、例えばヘルシオじゃないんですけど、私普通の焼き芋、多分焼き芋ってメニューがあるんじゃない？あるかな。なかったら、今確かにメニューっておっしゃる、いっぱい出てきますよね、うん、探してみて、なかなか使わないでしょ。なかなか使わない。結局なんかもうチンしか使わない。だから俺もオーブンもあんまり、料理が好きだから、あ、そっか、オーブンで何分ぐらいだなとかってやってたら、子供と嫁さんに、うん、はあ、焼き芋のボタンがあるさって言われて、嘘だろみたいな。あ、でもメニューボタンを押したら色が出てきて、そうそう、ボタンを押してスタートしたら、スタート、焼き芋だけ。もうこれは 何分でのもちゃんと、もうそう、何分でのもちゃんと、ボタンを、でも芋はデザートにもダイエットにもいいとかって聞いたことが、絶対いいはずよ。あの甘いスイーツ食べるよりは、うん、あのスイッチっていうか動物性麺が入ったなんかこの油とかお砂糖入ってるよりはってことですよね。そう、芋の方が絶対、もうやっぱりね、食べ物から取った方が糖分もいいはずですね。あ、甘いのも取らないんですか。甘いものも昔もあんまり取らないね。へ、全然大丈夫だから。異常に黒糖が美味しいよ。あ、で黒糖があっちこっちの黒糖美味しいって言われるのを買って食べるのが楽しいわけ。今それが趣味みたいな。うん、趣味。それを三品茶と黒糖、最強。最強。もううちなのこのね、風が吹いてきそうな。このそういう先生聞いたんだけど、三品茶も体を冷やさないんだって。あ、そう、ティーは冷やすよって言ってた。三品茶は冷やさないって。常温飲んでも体冷やさないって。じゃあ三品茶ペットボトルを買って、三品茶入れて、常温で飲んだら、そう、体冷やさないって。あ、そう、お茶ってなんか冷えるイメージでしたね、コーヒーも茶もね。沖縄の人、なんとなく体、この昔からなんか気づいてたんだろうね、そのお茶。はいはい、
はいはい、サッピン茶と黒糖、はいはいはい、すごいやっぱり体にいいみたいな沖縄は。そうなんですか。そうそうそう、じゃあサッピン茶買おう。そうよね、香りもいいですしね、ジャスミン。面白い話する。そしてサッピン茶もいろんなどこのが美味しいのかなっていろいろ飲んでて、結果今夜間でサッピン茶をパッて沸かしてるわけ、夜沸かしていろいろこれを飲むんだけど、美味しいよ、まろやかで。へー、そう、ペットボトルの顔とまあやっぱりちょっと違うなって感じがする。あ、なるほどね、うん、あ、全然違うんですか。やっぱりお湯というか、なんか大きなこっからだけどありますよね、この水出しもできますよみたいなのがあって、あ、ありますよね、なんかね、1リッター水出しと書かれてるんだけど、あれを僕は夜間2リッターの夜間に入れて沸騰させて、沸騰したのも火止めて置いてるって感じ。そしたら1リッターって書かれてるけど2リッターしっかりお茶になってる。そしたらアルさんね、家族、僕ら5人家族だけど、子供たち飲まなかったのに、サンピン茶飲むよ今これ。あ、やっぱりこれは美味しいってことで、そう、飲みやすいって言う。麦茶しか飲まなかったわけさ。2リットルのすごいですね、2リットルぐらいの夜間って、ね、でやって、夜間が家にないっていうね、なんか夜間って僕は夜間家にないな、なんかあれはポットはあるんですけど。ああそうか、今でも僕はほら、ね、コーヒー屋だから、あ、そうです、小さいから6kg だろうけど、そうだそうだ、あ、もう上等があるわけですね。いや、上等ってわけじゃない、上等2リットル焼くかと思って。あ、そうかそうか、ちょっと2リッター、2リッターぐらいないと人がたくさん来た時コーヒー入らないわけ。あ、だからそうそう、コーヒー、そう、ね、600でアイスコーヒーが9だから、そうそう、2リッターぐらいやっぱりお湯入れないと一気に住人とかは賄えない。コーヒー、へえ、そう、だってコーヒーメーカーとかでも結構ちゃんとしたので、うん、大きいやつでコーヒーカップ 150cc が6杯から7杯しか取らないからさ、うん、そうですよね、そう、150だから、そうだね、10杯取ろうと思ったら 1.5 リッターでしょ。やっぱり2リッターぐらいのケトルがないと、なるほど、そうそうそう、すごい、なるほどなるほど、面白い、面白い、ね、俺のうち来たら面白いやつ。そうです、あのなんか料理やっぱりね、せやさんすごい、ね、お好きですよね。はかりとかも業務用があるよ、はあ、だからコーヒーのこのミルってコーヒー引くやつももちろん業務用があるし、はあ、エスプレッソマシンも業務用があるし、へえ、もういい香りしますね。そうそうそう、コーヒー豆を引いた後のね、私はもう家中をコーヒー豆をひいた後の香りにしたくてで、そういうよく売ってるじゃないですか、コームのやつを買ったミルとか買ってるんですけど、うん、あんまり充満しないですね。やっぱあれだけじゃ足りないのかな。これはまた豆の、はい、豆にもあるよ、豆の質とか、豆も、うんうんうん、やっぱりコーヒーって、うん、あの元々大豆ってただの豆なわけね、種、種黒じゃないですよね。そう、種だ、これを焙煎って火で焼いて黒くなるわけだから、その要するに水分が飛んで炭化するっていうことなんだよね、コーヒーって。そうするとあのいるわけだから水分が全部飛んで中がスポンジ状になったのがコーヒー豆だ。それを、まあ、出来は焼きたてっていうか焼きたてでしょ、はいはいはい、そしたらこのそうなると乾燥してるから、それをコーヒーあのミルで引くわけ、はいはい、そしたらカラッカラになってるから、この豆引いて入れたものにお湯入れたら、うん、スポンジみたいにこれがさ豆がお湯吸ってうわーって膨らむんだよ。へー、膨らむ。それが、まあ、豆が新鮮というか入りたてだなっていう証拠で、また面白くて入りたての豆っておいしそうじゃない。入りたておいしそう、まあ、美味しくないこともないけど、はいはい、実は 2,3 日経った方がおいしい。焼いてコーヒー豆焼くでしょ、はい、焼いてビニール袋とかに入れるじゃない、はい、でちゃんとパウチでパッあの熱でピッて蓋閉めたら、はい、2日ぐらいしたらさ炭酸ガス出してコーヒー豆がパンパンに袋が膨らんでる。でこれが抜けて後がちょうど一番いい味してる。だから2日後3日後ぐらいいや、へえ、そうそうそう、やっぱり2日追い込むぐらいが一番、そうが一番コーヒーが味が馴染んでるという。で豆焼くじゃね、はい、焼いたら、はい、ね大体まあ常温っていうかちゃんとした管理を徹底したら1ヶ月ぐらい持つ。焼いたら引いてしまったらもう3日ぐらいだな、
水分とかいろいろ入って、あの味がやっぱり変わってくる、卵酸化もするし。あ、なるほど。だからの美味しい、本当にちゃんと品質管理されてるコーヒーは、ホットで入ったものがそのまま冷めた時に、ダメなコーヒーって何か酸っぱいとか変な味になる。ああ、確かにそうですよね。全くないよ、ただアイスコーヒーになってるだけ。へえ、そう。へえ、なるほど。今度コーヒーも入れてあげないといけないね。そうですね。なんかコーヒー、あの奥深い、やっぱりね、深いですよね。なんかコーヒー、嗜好品だけど、コーヒーとか、うん、お茶とかティーとか、うん、やっぱりあのそれなりにちゃんとやると、うん、あっっていう違うよね。お茶とかびっくりするよね。恐ろしいぐらいのまろやかさというか、なんていうの、舌触りというか。へえ。お酒もね、そう、はい、あ、ね、お酒も、あ、そっか、お酒あんま分かんないですけど、やっぱそう。お酒もやっぱり古酒とかさ、あの、普段あまり考えて飲んでないけど、あの沖縄には、沖縄代表ってなんか泡盛倉庫ってお店がちょうどあって、東町行ってこと、ない東町、あ、会員制でさ、誰でも入れるところではないんだけど、すごいお店がある、はい、青森倉庫。そこのやっぱりオーナーがすごい勉強してて、はい、いろんな青森を本当にこれと合う料理がありますとかっていうので飲ませてくれるんだけど、はい、そこもやっぱりすごいよ。そこで飲むと青森も、ああ、こういうことだったんだなっていうのがよくわかるし、味もわかるし、あ、まあ味わおうと思ったらね、わかるようなもんなのかな。私も昔撮影でこう工場みたいなところに行かせてもらって、よくね、こう工事で肌拭きしたら、ね、私はもうそういうことしか考えてなくて、なんかこう香りもすごいじゃないですか。そうそうそう、あの釜っていうんですか、大きい強烈すぎるぐらいでね、はしごに登ってこうやったわって流行りましたね。で、瓦だった木なのかなとか言ってましたそっちの方だったんですけど。ナオミもあれだよね、うん、そういう仕事してるから、いろんな人よりいろんな経験してるね。ああ、ね、そう、ああ、そうで、いろいろさせてもらってありがたいですね。ね、そうですね。ね、すごいな。楽しいですよね。いやー、でも泡盛とか、泡盛もね、熟成する。泡盛もだってさ、昔よ、うん、泡盛ってなんかおじさんとかおじいが飲む飲み物というか、あ、そうイメージありましたね。あんまりね、ちょっと、うん、女の人が飲むっていうイメージもなかったかな。全くなかったよね、うん、お父さんが飲む、ね、とか、おじさん。でも何かみんなウイスキー飲んでたよね、昔、昔の人。へえ。うちの親父とかもなんかみんなウイスキー飲んでたよ、イメージとして。なんか昔安かったんだって、ああ、沖縄は牛肉とかウイスキーが、そう、肉もやっぱり、そう、税金が安かったみたい。だから手に入りやすかったと。そうそう、へえ。なんか特別措置だったみたいよ。そうそうそう。あ、それでお酒好きな方が増えたんですかね、うん、島で。そうだろうかな。まだもう朝早くから明るくて夜遅くまで明るいからじゃないあ、いや、それはあれですかね、やっぱり電車がないから、終電がないから。そう、終電もないし、遅くまで飲みたいっていう人が、うん、昼間暑いからね。昼間そう、出たくない。夜ね、もう涼しくなってから、もうお家に帰ってくれないんじゃない、うん、夕方から、うん、それ、ね、遅い時間から。そうですよね、8時ぐらいまで暑いのにして。あ、そう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 、そうですよね。で、9時ぐらいに集合みたいな。そう、それから飲むからねそっから飲むから10、11、12、1、2 さあ、これで6時間だよ12時ぐらいか2時間に行くみたいなね。そう、大変だよ、ね、本当に。本当そうですよね。お酒も、うん、そっか、お酒飲むという文化も今あるけど、だいぶこれも減ったね。減りましたね。減りましたね、本当に。家飲みしてるのかな、みんな今ね。なんかもう、あの取材で、最近もあの酒屋さんに取材行った時も、あ、もう、もう全然昔、あのお盆が一番売れるらしい、旧盆が。はい、そうだね。あの沖縄は ね、お正月とかではなくて、旧盆がすごい売れるって言ってました。そうなんだ。みんな帰ってくる、帰省もするし、はい、でこう飲み会に出かける若者も多いから、その居酒屋でもこのお酒を、ね、こう取るからっていうことで、お酒屋さんが、ね、なんかいい感じになるって言ってましたけど、お酒もね、泡盛沖縄の文化だから、いろいろね、残していきたいけど、ね、あ、そうですよね。そう言っても俺も毎日飲んでるかって、なかなか飲んでないし。あ、そうなんですか。もうこの間、この間も肝臓の数値が初めて引っかかってしまった。ああ、
でもまあ確かに2ヶ月前の数値ですけど、はい、ってあ去年はやっぱりねご一文活動とかいろんなので付き合いが多くて、ね、そうですよね。びっくりする、ちょっと怖いよね、この年で活動数値よって言われたらドキッてするよね。そうですよね。そうそうそう、なんか沖縄多いみたいですからね、気をつけないと。肝臓が多いみたいな。毎日飲んでるわけじゃないんだよ。あ、そうなんだ。普段家では全然飲まないからね。ほぼ飲まない、たまーに、でたまーに家で飲むぐらいだけど、外でないと飲まないよ。あ、そうなんですか。そんな僕でも肝臓かかるって信じられんよなと思ったけど。ああ、じゃあ家でもしょっちゅう飲んでる方は本当に気をつけないといけないかもしれない、ね。まあ、体質的なものもあるかもしれないけど。そうですね、体質とか、はい、ということで、ね、長谷さん、残念ですけど時間がね、もう50分すげえって感じ言った頃だね。本当ですね、はい、でも確かに最後は感想かな。じゃあもう最後ちょっとなぜか今と昔違うものなのに肝臓の話で終わってしまいました。皆さんすいません、はい、そうでしたね。でも気をつけましょうってことです。だって今からほら乾燥限界のシーズン、そうね、あのもうコロナちょっと明けて、そうだね、落ち着いてきたので増えるかもしれないから、飲みすぎ注意ですよ。そう、飲みすぎ注意ですよ皆さんね。気をつけましょう ね、気をつけましょうね。若い方あの特にね、本当にお酒で、はい、病院に運ばれる方だいぶ多いそうですよ。コロナで飲み方分からなくて最近飲み始めて、ワイドショーでやってた、やってましたね、あの路上で飲んでる若い方とか、そうそう倒れてるって、あの、うん、飲み方があんま分かんない、ね、危ないよ。危ないですね。危ない、大先輩が言ってますので危ないですよ皆さん気をつけます、さらわれますよすぐ。そうですよね、はい、はいはい、ということで、はいはい、この番組は家データからつながりこそ宝を合言葉に、日本そして世界のうちなんちゅ、沖縄を愛する全ての人たちとつながって明るい未来を作ります。この番組は開花寺銀座8丁目店、ココア沖縄、東京の山田くん、宮里工業、株式会社天神技研、のれんずプロ、チームザヤス、お稲荷屋那覇店、バー疎開の提供でお送りいたしました。明るく楽しく真剣にね、はい、宝の輪もう今週もね、ま、聞いてくれて本当にありがとうございました、はい、YouTube みたいに楽しかったです、はいはい、じゃあまた皆さん来週はスタジオからお送りできるかと思いますので、どうぞお楽しみに。ありがとうございました。